県庁で稼ぎにあちらの方行った。でも公立教科4とここの公立教科ここの2つだけ頭マグニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。というわけで本日もやっていきたいわけなんでございますけれどもですね、はい、前回はですね画期的なね、そして簡単でね、Windows しかあまり、効率的に使えないけれども、おそらく、最も効率の早い効率のいいであろうゴミ箱が完成いたしましたね。はい、ただここに捨てるだけってやつですね。で、なんでこれトラップ動画こういうこと形になってるのかというとですね、ちょっとまあ例えばじゃあこれ掘りましょうかとね、いくらでも紙はいくらでもあるんでね。はい、さよなら。わかりますか、これ絶対どのゴミ箱よりも処理早いのよ。というわけで、本日、前回はそんなことさせていただきました。で、今日は、いろいろと考えているはいるんですけれども、めちゃくちゃやっぱりね、不便なのが、シルクタッチついてねえのがもうめちゃくちゃ不便なんですよ。で、ほら、ね、シルカーの殻も、前々回取ってきたやつが残ってますんで、新しいシュルカーボックスを作って、また、エンダーチェストでいろいろ持ち歩きたいなということで、本日もやってまいりましょうと。ダイヤを用意いたしまして、こっちにはないかな。ほいで、木の棒を用意いたしまして、1個ツルハシを作りましょうね。ダイヤのツルハシ、もう私が今シルクタッチを手に入れる方法はこれしかないなと思っております。経験値が足りねえな。つうわけで経験値をね稼ぎにあちらの方へ行きたいと思います。うまい。ではちょっと30超えるぐらいまで稼ぎまーす。ただいまレベル30を貯めると言いつつも、最終的に40ぐらいまで貯めた方が効率的にシルクタッチをゲットできるのではないかという欲から、本来なら 2,3 分で終わっていたはずの経験値貯めを、駅っぽいナレーションを入れて尺稼ぎをしている、そのような状態でございます。この辺でご案内を失礼いたします。終わりたいと思います。そういえばエンチャント台レベル3のエンチャントつけるのに最大で経験値が3必要だったということに気づき、42ないと効率的じゃないなということに気づき、今42になるまで貯めている、そんな状態でございます。はい、貯まりました。バイバイ。自家入りスフスタン。さあ、まずは一発目のエンチャントを行ってまいりましょう。こいよっしゃ。おお、効率強化4。うん、これは外れなんだな。で、ここで本を使うんだけど、本でもこう使えそうなやつがあると一応ステエンチャとしてもらっておいて、耐久酸化これも違うなと。ここにシルクタッチが出ないと私はもうやりません。でもう一回入れてみる。じゃあもうこれは全然使えないエンチャだなとなると、いろいろともったいないので、ここでこれこそステエンチャ、はい、ここで適当なやつをつけるね。こういう感じで行っていこうと思います。はいね、なかなかやっぱりシルクタッチは来ないでしょ。あー、これも、なかなか来ない。じゃあこう、はい、ステエンチャ、はい、もう一回どんどん経験値減ってってんじゃねえかよ。これ全然ダメじゃん。もう限られてくんじゃん。効率強化4もらっとこうね。あれ効率強化4もらっとこうってやると、ほらもう経験値ないぞ。耐久さんじゃないよ、シルクタッチが欲しいの私は。くっさー、あーやばい、ノックバックこれもいらねえな。あーやばいかも。あー、シルクタッチが怖い。ここにシルクタッチ来てくれてもいいわけじゃん。はい、話が。水中補強。水中補強は大事なんだよな。もうめちゃくちゃ大事だからもらっとく。やばい！さあ皆さん、ここでゴミ箱の登場です。ね。必要のないアイテムをしっかりと、ペッ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 と捨てて、パカッ。閉じ。ほら、いいでしょ？で、今稼いだエンチャボンはこちらに入れておく。これで結構いいのが割と集まったりするんでね。そういう意味ではやっぱりエンチャテーブル向こうに移動させた方が効率的だなっていう気もしない。もうしょうがない、もうエリトラあるからもうこれ行き来しますわ。ね、落ちて全ロスが一番寒いですからね。お待たせいたしました。今回も
ナレーションを行いたいと思います。ただ単にエコーをかけてええ声を出すだけの尺稼ぎ、すいません尺稼ぎとかそんなことばっかり言ってすいません、皆様に興ざめさせてしまうようなセリフを私は平気で吐いてしまう、そう、それだから、いまいちなんでございますかね。いやそんな話は今関係ありませんね、全然レベルがたまらない、これは割と効率がいい方なのに全然レベルがたまらない、ね、そういう感想を抱きつつあります。エコーあすいませんああ全く関係ないんですけど、こんな状態でちょっとお話聞いていただいてよろしいですかね。もう皆さんにもうすぐお話ししたいことがもうたくさんあるんですよ。明日の土曜日に、はい、マルチがついに200回目ということで、すごく大きな動きを見せることとなっておりますので、ぜひ、明日からのマルチ動画1週間はぜひ楽しみに見ていただきたいなと思ってます。そこで私もいろいろ考えたことがあるので、そのそうですね、マルチが公開が済んでからですね、またいろいろと皆さんお話ししたいなと思っています。なのでね、今のこのお話は前振りです、前振り、48まで貯めて終わります。溜まった、じゃあな、始めます。きたー早すぎー。まあ一生懸命ね、今経験値貯めたんですけれども、はい、シルクタッチへ出ました、ありがとうございます。いやまだこれだけでは終わらんよ、これだけで終わるわけはないです。ここにある効率強化とかをしっかりつけていく。で、耐久さんも欲しいんだけど、ここに耐久さんが存在していないので、私がもう一つ考えてる作戦があります。まあまあ、とにかく、まずは、今取った効率強化。また、ツルハシをもう一つ作って、今度こいつに、いい感じのエンチャントつけた、高音が疲れるとまずいなっていう話ですよね。耐久さんとかが現れれば、ほい、行くよ!せい!効率強化4。でも、効率強化4と、ここの効率強化4。あ、今のか。この、ここに効率強化4あるから、ここってひっつけて、こいつをつけることって、低くなって、こう、あ、まあいいや、いいぞ。いい。もういい。シルクタッチに効率強化4つける。このシルクタッチに今のやつをつけると、ほら、効率強化5。そして耐久さんのシルクタッチが、思ったよりもいいペースでできたよねと。でこうなればもうこいつ持ち歩けるから、じゃあ幸運のツラシは一旦じゃあ裏に下げておきますね。え、あ、幸運あるのか。じゃあお前めちゃくちゃ、後半のエンチャントが全て無駄だということを今思い知らされました。皆様は、このようなことのなきをゆっくりとマインクラフトを楽しんでいただければと思います。ノー、そんな悠長なこと言ってる場合じゃねえよ。チェストを出してきて、ここで出ました、シルカーボックスが6つも増えました。さて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 、そうなるとね、この辺のアイテムの整理になってくるわけですよ。シルカーボックス特に何も入ってない、ここだけはちゃんと入ってて、でアンチのポーション入れをようやく作る。同じようにシルカーボックスにここの、低速落下、低速落下もね、低速落下ボックスとかも置いとくと多分いいと思うので、はい、ここでね、まず2つ完成いたしましたと。あ、花火入れで、これが私のファーストボックスってことで、まあ、装備であったりとかツール系が入ってるんだけども、ここはちょっともう武器とかだけにする、要するに装備箱だな。で、横のシルカーボックスにはこういうハサミとか内金とかそういうツール系を入れていこう、見ていこう、なんか必要なものがないか、バケツとかあると便利だよね、あると便利だよね系を入れていく感じに。コンパス、花火は花火ボックスを作る。でここのね、倉庫の方もある程度これで整理がつくということで、一石二鳥ですね。食料品ボックスだな。ツタとかハスとか海藻で、昆布なんかも俺入れてましたからね、こっちのボックスに。あると便利じゃない系は入れときます、ちゃんとここに。リードも、あー、もうサドルなんか絶対入れときゃいいじゃん、多少あると便利じゃん。名札も素晴らしい。まだ名のないシルカーボックスたちがこんなにもあります。でここファーストボックスとなってるんです、こいつも入ってるので、ええやんかほー。でレッドストーンボックスをじゃあこの際作っちゃおうかってことで、急遽なんか必要になることがありますからね。あ、
そうか、ほんと言うとエンチャントボックスみたいなのも作ってもいいかもしれないね。これちょっと作ろうか。エンチャントテーブルのレシピを教えてよ。わー足りないのね、黒曜石が2つ足りないのね。黒曜石2個あればいいよ。もうええわ、取りすぎや、取りすぎや。お前黒曜石2個あればいいよ。2個で言うたん、あんなやりだしたらもう無心になるからな。わかりやすい男や、楽しいんやろ。はい、マイクラがよ。あとね、実はエンチャテーブルをですね2つぐらい作っときたいなっていうのがあって、2つ作らせていただきました今回ね。で、まあ、この辺持つでしょ。でラピスラズリ持つでしょ。でステエンチャ用のシャベルを作れる木材持つでしょ。ここにこう入れていけば、はい、もうこれで一応完成じゃん。はい、あと経験値あれば OK みたいな。今後エンドの俺は必ず作りたくなるのではないかと思っておりますので、ハーフブロックで足場を作れるようにたくさん入れておいて、かつカーペットね、カーペットは何のためかというと、湧き潰し兼エンダーマンがワープさせないようにするための処置です。でこれも作りました。はい、結構整ってきたね。他なんかありますかね、持っておいた方がいいもの。あ、金床だ、金床入ってないぞ。1個でいいよね、とりあえず1個でいい。エンチャントボックスはね、どっか遠いところ旅に出た時に、あ、エンチャントしてーなって思う時もしかしたらあるかもしれない。その時のための箱です。はい、というわけでですね、今回シルクタッチをゲットしたことに、ことにより、久しぶりにですね色をつけていったり名前をつけていったりするといいと思うんですが、一旦それは今日はやらずに、見ると分かるから、これ何が入ってるのか。あ、なるほど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 、それを合わせれば、うん、大体中身の内容が分かるような感じの設定にしております。というわけで本日誕生日の兄弟用グループでチャレンジを行ってまいります。こちらイルカがアイテム続けば5分以上残るか試して、これ楽しそうだね。ってことで第3の村に久しぶりに行きましょう。よいしょー、あ、元気だね、アイテムは遊んでるで、すでに残り2分ってところなんですが、プリズマリンクリスタルがちょっとどっか行っちゃいましたね。でイルカちゃんが今さまよってる状態になってるから、なんかアイテムがそこ詰まっちゃってるんじゃないかと思うんだよね。多分この辺のどっかにあると思うんだけど、ほら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 、一旦ここの2つだけ蓋して4つぐらいこうパッ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 、はい今からスタート。おい1個もうどっか詰まっちゃったんじゃないの。あ、出てきた出てきた出てきた。はい、同時にやったのでこれで5分待てば本当の結果が分かるのではないかと。ちょっとでも取って、もし時間が伸びるのであれば1回取って話したらまた5分伸びるみたいな感じになるじゃん、イメージ的に。面白いですね、5分黙って待ってらんないぞこれ。うわー、アイテム飛んでった。あ、こっちも触った、今のでリセット入ったはずなんだよな、この説が正しければね。アイテムが普通に、置いてある状態だと5分で消えるということは、もうあの検証済みです、私が証拠を。今残り2分というところまで来ております。うわ、見ましたか今のジャンプ力。さあ間もなく私がタイマーをスタートさせてから残り10秒のカウントダウンが始まろうとしております。一応両方のね、プリズマリンクリスタルはイルカさん増えておりますから、さあ5 4 3 2 1、アイテムは、お、消えてない。もうちょっと待ってみます、もうちょっと待ってみる、ちょうど5分ですから、これアイテム消滅しないのかもしれない。これはナイス検証結果だ、面白い。アイテム消えないじゃん。本日誕生日の兄弟おめでとう、ハッピーバースデー。兄弟通信参ります。ナミプですやん、ええんやで、70、優しいね、みんなありがとう。で、まあ、しっかりしなさいっていうのは、まあ、愛を込めたあれなんですね、ありがとうございます。過去最高に笑った。これもすごい気になることがあるんですけど、最近まあいろいろ編集のやり方変えたりしてるじゃん。で私がレコードトラップの時の動画のコメントなんですね、編集の仕方がそこまでこう今っぽくないので編集じゃないのかなと思ったりするんですけど、その辺が皆さんどう思われてるのかなっていうのが気になりました。はい、というわけで、
本日はこのあたりで失礼したいと思います。また次の動画そして配信でお会いいたしましょう。今日はいい検証が結果が出ましたね。じゃあねー、ほーなー。